皆さんこんにちは。バーチャルクリエイターのニューロンでございます。はい、どうも、今回はですね、皆さんにちょっとお見せしたいものがございまして、で、それがですね、あまりにも大きいサイズなので森に隠しております。でですね、ということで皆さんとね、ちょっとそちらまで向かいたいと思いますので、今しばらくお待ちください。はい、皆様お待たせしました。私がですね、お見せしたかったのは左側にあるこちらのロボットになります。通称アンドロイドアーマーのネクサスというロボットになります。はい、いやー、こちら大きいですね。とても私の船同様。はい、まあね、結構デザインがうまくいったので、皆さんにね、ぜひともお見せしたいなと思い、ご紹介させていただきました。はい、でですね、これだとちょっと全体が見えないので、こちらをご用意しました。どうぞ。形式番号 WA01 ネクサスというアンドロイドアーマーになります。 WA は、アンドロイドアーマーの頭文字を取って付けました。全長 20m、 本体重量45トンになります。もともと軍事用ロボットとして使われていたものを、改良しまして、車よりも短時間での移動手段として自家用ロボットを製作しました。戦争のためではなく、生活をより豊かにすることを目的とした開発を目指しております。とはいえ、軍事用ロボットのですね、戦闘シミュレーターは備えておりまして、まあ実際にテストプレイをしようと思いまして、皆さんにね、その様子をお見せしたいなと思います。今しばらくお待ちください。皆様いかがでしたでしょうか。今回は私のアンドロイドアーマーネクサスを紹介する回でございました。はい、今後とも、より良いロボットを作っていくことを目指していきますので、どうか皆さんよろしくお願いします。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さようなら、バイバーイ。